ホルヘダンディス、フリオ・タピーアは、ベネズエラのカラカス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1996年2月14日に、モントリオール・エクスポズと契約を結んだ。2000年12月22日に、ライアン・マイナーとのトレードで、ボルチモア・オリオールズに移籍した。2001年4月26日に、メジャーデビューを果たした。2002年からクローザーを務めた。 2003年にはリーグ4位の36セーブを挙げた。2004年は不安定な投球が続き、シーズン終盤から BJ ライアンに抑えが配置転換された。2006年1月にニューヨークメッツに移籍した。開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。2006年5月26日に オーランド・ヘルナンデスとのトレードでアリゾナ・ダイヤモンド・バックスに移籍した。2007年3月26日にヤスメ・エロ・ペティットとのトレードでフロリダ・マーリンズに移籍した。オフに移籍したジョー・ボロースキーに代わるクローザーとして期待された。しかし開幕からセーブ失敗が続き、5月12日のワシントン・ナショナルズ戦でライアン・ジマーマンにサヨナラ満塁ホームランを打たれた。 2007年5月13日に、金日の駅とのトレードで、コロラドロッキーズに移籍した。オフに、FA となった。2008年1月31日に、クリーブランドインディアンスとマイナー契約。開幕メジャー入りを果たしたが結果を残せず、5月28日に、戦力外となった。2008年12月4日、ミルウォーキーブルワーズと1年契約。二千九年六月二日に、 ブルワーズから解雇された。2009年6月9日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。参加、トリプル a のダーラムブルズへ移動した。8月7日に解雇された。2009年8月30日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。オフの11月に FA となった。2010年4月2日に アトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約を結んだ。2011年1月に再契約を結び残留したが、この年はプレイしなかった。2012年に復帰した。160キロ近い速球とツーシームを主体とした、投球が持ち味の速球派。変化球は主にスライダーを武器とする。ありがとうございます。